スタート2分前、スタート2分前となります。大分サイクルフェス2016第3回大分サイクルロードレース、会場はこの大分スポーツ公園大金ドーム周辺の1周回 4km を半時計回りでレース行われます。さあこの後第1レースエリート2のレースが行われます。スターターは大分サイクルフェス実行委員会委員長、大分県自転車競技連盟理事長の小石隆夫が務めてまいります。よろしくお願いいたします。スタート1分前、改めて周回数は9周回、総距離 36km で行われます。エリート2スタート30秒前です。20秒前、10秒前、大分サイクルフェス2016第3回 JBCF 大分サイクルロードレース第1レースエリート2決勝レースが今スタートいたしました。スターターを務めましたのは大分サイクルフェス実行委員会委員長、大分県自転車競技連盟理事長の小石隆夫が務めてまいりました。さあまず、選手たちはこのまず上り坂ですね、だいたい 400m ぐらい続くこの上り坂上がっていきます。その後はまあ平坦区間に入りまして、駐車場エリアのところをですねぐるっと回っていくような形になります。さあここでスタート地点からおよそ 1km ぐらい行ったところにあります、駐車場の入り口あたりにやってきましたね。現在クラスター E2 のレースが行われておりますが、1名の選手が若干抜け出しているという展開になります。だいたい5秒程度ぐらいのタイムギャップがあります。1名の選手が抜け出している状態、先行はだいたい5秒。4km のコースで行われます。今日の最高位のカテゴリーになります J プロツアーではここをですね、昨年よりも多い、周回数である30周回、総距離 120km で行うことになります。
ちなみに今行われておりますクラスター E2 の場合は、九州会でレースね行うことになりますが、まずスタート直後はだいたい 400m ぐらいの緩やかな上り区間、となりますね。そして、頂点に達するところからは、だいたいおよそ 1km ぐらいの平坦区間に入ります。でその中には先ほども、少しご紹介いたしましたが、駐車場がですねコースの一部となっておりまして、風が、遮るものはないというところから、日によっては強い風が吹き抜けて、その選手をですね苦しめたりとするという、そんな状況になります。そして駐車場エリアを抜けますと、大分銀行ドーム、大銀ドームをですね望む左側へと進んでいくわけなんですが、この大分銀行ドームを、目の前にですね逆バンクとなる90度の右コーナーを抜けると一気に視界が広がりまして、コース1番のスピードが出る下り区間へと向かっていきます。でこの大金ドームのこう外周をですねぐるっと回るような形でコース向かっていきまして、この辺りは道幅も非常に広くて、選手集団のままだいたいおよそ60キロぐらいのスピードで、コースの終盤へと向かっていきます。そして、下りへと向かった先にはだいたいおよそ600メートルぐらいの平坦区間、そしてその後、下り区間へと入りまして、最終コーナーは左180度のヘアピンコーナーとなります。でこのコーナーはコースで最も低い、ところからですね、に位置しておりますので、高速からのフルブレーキと立ち上がりの位置取りの技術が選手たちには求められるというね、コースになります。でその最終コーナーを抜けますと最大勾配大体 7% ぐらいの、上り坂がフィニッシュ地点までおよそ 600m 続いていくというね、コースになります。さあそんなコースの説明をしておりましたら、今選手がですね、先頭元が帰ってきました。そして、ここでゴム2がコントロールラインを通過していきます。さあそして、選手が登ってきました。集団としては現在一つになっております。さあそしてここでコントロールラインを抜けるあたりのところで427番が若干の先行。コントロールライン手前のあたりで若干先行していきましたのはゼッケン427番の岡本潤、フィールズオンアース山口。さあ1周回のラップなんですけれども、大体6分2秒ぐらいですかね、6分2秒ぐらいです。今回のこのクラスター E2 は400番台の選手が出走していることになるわけなんですが、その中には500番台の選手が3名おります。この500番台は、昨日クラスター E3 で、走った選手で、昇格をしましてですね、今回クラスター E2 での参戦ということになりますね。さあその選手なんですが、509番の久米田翔太選手、こちらはソースディベロップメント岡山県から参戦の選手になります。そして、525番、は藤村周平選手、チームヤーボー宮崎県参戦です。そして、ゼッケン544番の山崎博史湾岸サイクリングユナイテッド千葉県から参戦の選手になります。この3名のみは500番台となっております。
現在1周回を完了しまして2周回目、1周回完了して2周回目、現在は大銀ドームの周この外周を回るところですね。だいたいスタート地点から考えますと 2.5km から 2.7km ぐらいのところをですねぐるっと回っております。集団は現在一つの状況です。現在クラスター E2 のレースが行われておりまして1周回完了2周回目に入っております。現在はこの集団は一つのまま大銀ドーム外周のあたりを回っておりますが、まあ、このあたりは非常にスピードが出るところでして、そしてパンクなどもですね、結構多いような場所というふうに例年聞いておりますけれども、このあたりを、通過していっております。この後集団はこの大銀ドーム外周、回りまして北側のところからですね平坦区間のところに入りまして、そしてこの幹線道路の一番、下った地点のところへ向かっていくということになります。さあそして、その下っていきましてですね180度ヘアピンカーブから今上がってきておりますのがこちら先頭元になりますね。先頭元のその後ろ側に小向川などがやってくると思いますが、現在はその集団一つであるというふうにね、この外周回っているときに、情報が入ってきておりましたけれども、例年この最後の上り坂600メートルぐらいの上り坂のところでさまざまなアタックが繰り広げられていたということだったんですけれどもね。そして今ここでコム2が見えましたが、その後ろ集団は一つですね。まもなく2周回完了していきます。全9周回で行われますこのクラスター E2 4km というこのコース、まあ、周回自体もですね結構6分少々でね帰ってくるということになりますけれども、さあここで今コントロールラインを通過していきました。集団は現在一つです。2周回を完了しました。3周回目に入ります。残りあと7周回になります。だいたい平均6分ぐらいのペースでこの1周を回っていきます。先ほど周回完了時、岡本純、フィールゾーンアースゼッケン427番の選手を含む集団がですね、コントロールラインを通過していきました。そして今ここでコントロールラインを通過していきましたらゼッケン405番、ゼッケン405番になります。加藤ミドル選手、エルドラード、エスペランサ、2周回を完了しました。そして、次が3周回目に入ります。さあここで、今ですね駐車場間のところに入っていきます。さあこの駐車場区間スタート地点からだいたい700メートルから800メートルぐらいの地点になりますね。駐車場区間のところに入っていきまして集団自体はペースが、どうやら上がっていきました。この辺りは例年ですね風をもろにこう、受けるところということもありますので、いろんな駆け引きなども行われた場所というふうにね、言われていますけれども、この駐車場区間の辺りを通過していきます。
さあラスト 1km 区間を、通過したところで1名の選手が集団からアタック、若干の先行で、今ですね3秒程度ぐらい先行しているようですが、1名の選手が現在先行中3秒程度、先行中となっております。残りあと 1km を切っています。さあ1キロを切ったところでも1名の選手が飛び出しているところの現状は変わらずです。さあ5秒程度のタイムギャップ、1名の選手が現在飛び出しタイムギャップは5秒となっている。さあ403の選手がどうやら、先ほどまで先行していましたけれども、その選手が今集団に戻ったようですね。さあ真っ赤な、プリウスですね。こちらはゴム2になりますが、この後ろに今集団がですねコントロールを通過していきます。1名の選手が先行しておりましたけれども、それは集団に戻りました。そして今ここでコントロールラインを通過していきます。ここでコントロールラインを通過していきます、3周回を完了しまして、4周回目、3周回を完了して4周回目です。レーススタートしてから18分が経過しております。ゼッケン437番の、富永選手を含めたその集団がですねコントロールラインを通過していきました。先ほどと変わらず、ラップタイムはですね6分となっております。そして今ここでコントロールラインを通過していきましたのは、文字間エリア075の山梨選手ですね、トップ通過から46秒で、通過していきました。さあ先ほど通過していきました、コントロールラインを通過してきました集団なんですが、およそ400メートルぐらいの上り区間、そして平坦区間へ行ったところのあいたりで、スタート地点からだいたい700メートルぐらいのところですかね、駐車場区間のところに入っていきましたね。スタートしてからだいたい20分が経過しておりますが、この後第2レースは、クラスター E1 のレースですね。クラスター E1 レーススタートは9時5分からとなります。そしてクラスター E1 のライセンスコントロールが今、行われておりますが、8時40分までとなります。クラスター E1 のライセンスコントロールは8時40分までとなります。まだライセンスコントロールをしていないというですね選手の方は、8時40分までに、するようにしてください。また出走サインシートへのサイン記入も忘れなきようよろしくお願いいたします。スタート10分前までに、出走サインシートへのサイン記入をお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。
さあ、先ほど集団クラスター E2 の集団は、下り区間に入りまして一列棒状ペースが上がっていますが、集団は一つ、さあ、中段一つになりまして、1キロ看板ですね、通過していきました。残りあと1キロ看板を集団のまま通過していきました。さあ、ここで180度ターンですね、集団は一つのまま残りあと600メートルになります。さあ、集団一つのままで残り200メートル看板を通過していきます。ではありますけれども、1名の選手が集団から飛び出していましたが、それに追走するかのようにですね、アタックを封じていきましたね。そして今ここで若干でありますけれども、デッケ434番の選手が少し先行していったかに見えましたが、前川大輝選手、ワンガンサイクリングユナイテッド。さあ、6分ぐらいのラップタイムになりました。4周回を完了しまして5周回目、4周回を完了して5周回目になります。現在集団は一つのまま変わらずですね、駐車場入り口のあたりへと入りきました。
そして現在集団の人数は28名となっております。4周回を完了しまして5周回目4周回を完了して5周回目残りあと4周の表示が出ております。さあそして今駐車場の出口のあたり集団は現在1列棒状になっております。ペースも上がっているということでしょうね。そして1キロ地点を通過していきました。ここからは下り区間そして若干の上りを経て 1.6km あたりで逆バンク90度のコーナーに入りますね。そこからはこの大金ドームの外周を回っていくということになります。さあ現在は集団は1キロ看板を通過しました。残りあと1キロ看板のあたりを通過していました。大金ドームの北側ゲートのあたりを通過していきまして、そこから右コーナーに入りましたところが残りあと1キロ看板になります。このあたり平坦区間になりますがここから下りへ入りまして、大分銀行ドームの東交差点のあたりへと向かおうとしていきます。この大金ドームの東交差点のあたりが最後の最終コーナーですね。180度ターンへと入りますが、さあここで今コムツーが180度ターン通過していきました。もう間もなく先頭元のが見えてきますね。そして今その先頭元に続いて集団自体が180度ターンへと入りました。集団は現在一つですね。現在は4周回を完了しまして5周回目4周回を完了しまして5周回目です。全9周回で行われますこのレース、4周回を完了して5周回目、そしてその5周回目もう間もなくですね、終了になります。さあそして今ここで集団は残りあと200メートル看板のあたりを通過していきます。残りあと200メートル看板のあたりを通過していきます。集団は現在一つです。さあそして見えてきました現在のその集団なんですけれども、赤のジャージ、そして他にはブルーと白のジャージを着ている選手なども見えますが、ここで集団は現在一つのままコントロールラインを通過していきます。湾岸サイクリングユナイテッドの前川大地選手を先頭にコントロールラインを通過していきました。ラップタイムは6分15、6秒となっておりますね。そこに続いていきますのが津生レーシングの宮成邦人選手、そして竹芝サイクルレーシングチームの斉藤和樹選手、そしてボヤージサイクリングチームの渡辺勝利選手、こういった選手がおります。
そして今ここで、上り区間スタートフィニッシュエリア を抜けたロボ区間のところで、3名の選手がアタックしてきました。だいたい3秒程度ぐらいの先行、3秒ぐらいの先行です。先ほど逃げを決めようとしていました3名の選手なんですが、どうやらここ逃げが決まらなかったようですね。集団は一つになりまして、現在スタート地点からだいたい700メートルぐらいの行ったところ、駐車場入り口のところに集団は一つのまま入ってきました。現在この集団なんですが28名となっております。このコントロールラインを通過した時点で一括りになる集団は28名、そしてここで29名目の選手が、スタート地点、トップからだいたい1分57秒程度タイムギャップがありまして、文字間エリア075山下龍一郎選手が通過していったということになります。湾岸サイクリングユナイテッドの前川太一選手や、この地元の津勢サイクルの津勢レーシング、宮成邦人、そして斉藤和樹、竹芝サイクルレーシング、こういった選手を含めた28名の選手です。そして今その集団は一つになりまして、一列棒状で今ダイキングドームの外周のあたりですね、時速50キロぐらいのペースで走っています。先ほど集団は時速だいたい50キロぐらいのペースでこの大銀ドームの外周を回っているという情報が入っておりましたけれどもね、この大銀ドームの外周はだいたい南側ゲートから東側ゲートのあたりが非常にハイスピードな下り坂ということになっております。この東側ゲートのあたりでだいたい 2.5km、 スタート地点から 2.5km、 そして北側ゲートのあたりからこの外周を抜けていくわけなんですが、このあたりで 2.7km 地点になります。でここを越えていくと残りあと 1km 看板が見えてくるというね、ことになりますが、さあそして今ここで残りあと 1km 看板を通過してきました。残りあと 1km 看板を通過してきました。集団は現在一つです。大銀ドームの北側ゲートのあたりを通過していきまして、残りあと 1km あたりを通過してきました。集団は現在一つです。さあそして集団は一つのまま180度ターンを通過してきました。集団は一つのまま180度ターンを通過してきました。そして集団は残りあと 200m を通過。
さあ集団は一つのままです。先ほどよりも少しこれペース上がっているんでしょうかね。固まった状態というよりは少し縦に伸びているというそんな印象がありました。6周回を完了しまして7周回目、6周回を完了して7周回目です。園田正人選手、中川スケーデザインを先頭に集団はコントロールラインを通過していきまして、6周回を完了、7周回目、6周回完了、7周回目、残りあと、3周回と、いうことになりますね。なおラップタイムは5分54秒と、なっております。スタートをしてから38分が経過しました。現在集団は駐車場付近のあたりに入りました。駐車場付近に入りました。スタート地点からだいたい700メートルぐらい行ったところですね。駐車場の外周を回っております。現在は集団一つのまま残りあと1キロ看板を通過してきました。集団は一つのまま残りあと1キロ看板を通過してきました。集団に大きな動きはない状態で6周回を完了、7周回目、その7周回目もあと残り1キロを切ったということになりますね。そして今このコントロールラインではコム3がコントロールラインを今ここで通過していきます。
つい、そして今ここでボトムヘアピンのあたりを通過していきました。大分銀行ドームの東交差点のあたり、この180度ターンの最低点のあたりを今集団一つのまま通過していきましたね。7周回を完了しまして8周回目になっております。先ほどラップ自体は6分だいたい10秒ぐらいですかね、なっておりますけれども、スタートしてから43分が経過しております。集団の自体は現在一つになっておりますね。結構沿道の方にもたくさんの方がちょこちょこといらっしゃいますけれども、おっとここでアタックを仕掛けた選手がいるようです。中川アスケーデザインの選手ですね。この上り区間のあたりをでアタックをしようとしている選手なんですが、中川アスケーデザインはこちらは大阪からの参戦の選手で、森田選手でしょうか、この選手が上り区間のあたりでアタックを仕掛けました。中川スケーデザイン、そしてそこに筒江サイクル、筒江レーシングですね、この選手、そしてもう1名がジョインということで、3名の逃げ、だいたいタイムギャップ自体は5秒程度となっております。さあここで、3名の選手は強調して踏んでいるようです。さあこの3名の逃げ、そしてそこに、追走を仕掛けるようにこの集団自体がペースをかなり上げております。一列棒状になっている。さあここからレースが少し動き出しましたね。7周回を完了、8周回目に入りましてレースが少し動き出しました。さあ1名の選手が、逃げ、そしてそこに筒江レーシングが、筒江レーシングはこちらは2名の選手が今回参戦しておりますが、三重の正明選手か宮成邦人選手か、まあ、いずれいたしましてもこの2名のどちらかの選手が、追走を仕掛け、さらに1名の選手がジョインということで3名の選手が逃げですね。さあ現在は3名の逃げが展開されております。そこに追いかけるメイン集団、さあタイムギャップはどれぐらいでしょうか。さあこの3名の選手なんですが、下り区間を終えまして
残りあと1キロ看板へと向かっています。集団自体はペース上がっていますね。さあそのペースなんですが、だいたい54キロぐらいのペース、結構ペース上がっております。さあ先ほどまで逃げておりましたこの3名なんですけれども、集団に吸収されたようですね。そして1名の集団となりまして、今180度ターンを通過しています。まあ先ほどまでの展開でも中川スケールデザインの森田正則選手、上り区間のあたりで積極的なアタックを繰り広げておりました。でその結果、まあ3名の逃げができたわけなんですが、下りを終えてそこから登っていくところですかね、この辺りでその吸収を、ね、されたようです。さあそして今、集団自体は180ターンの最低点のあたりからボトムヘアピン、まあ、この180ターンで今上がってこようとしているところですね。そして今ここで平均勾配だいたい 7% ぐらいの上り区間を今登っていきます。さあそして今ここで最終周回を知らせるジャンが鳴りました。コントロールを通過していきまして、残りあと1周回となりました。8周回を完了しまして9周回目、8周回を完了して9周回目、デッケ435番の山口文明選手、湾岸サイクリングユナイテッド、この選手を先頭に、ラップも少し上がっていますよ。5分55秒65をマークしまして、最終周回に入りました。さあ最後の最後ペースも上がっています。そして今ここでコントロールラインを通過していきました。最終周回にありましたね、布施俊光選手、チームサンレモ、トップから1分4秒14でコントロールラインを通過していきました。最終周回途中です。さあ集団一つのまま駐車場入り口のところに入っていきました。集団まあ最終周回に入ったというところではありますけれども、まあ協調体制とはならず、これはちょっとお見合い状態になっておるようなんですけれども、1名の選手はここでアタックを仕掛けました。1名の選手はここでアタック、さあどの選手でしょうか。そしてまもなく駐車場の出口です。先ほど1名の選手がアタックしておりましたけれども、どうやらここで、集団は吸収、1名の選手を吸収してきました。1名の、1つの集団になりまして、ここから下りポイントへと入っていきます。
残りあと1キロ看板のあたりをまもなく通過していきます。集団自体は一つのままとなっておりますが、道幅横いっぱいに広がっていますね。さあ、ここで牽制状態のまま1キロ看板を通過していきました。集団は一つのままです。このあと集団、おっと、ここで地元津末サイクルの選手が先頭で、通過してきました。北側のゲートのあたりから右コーナーへ、入りましたね。ここからは平坦区間、そしてさらに右コーナーありまして、幹線道路を、東側、そしてここで180度ターンですね。津末サイクルが先頭です。大分銀行ドームの東側交差点のあたりを、180度ターンです。さあ、そして津末サイクル1名の選手が先行しています。さあ、そして津末サイクルをですね、先頭に今残りあと1キロ看板のあたりを失礼、300メートル看板のあたりを通過してきました。さあ、津末がアタックを仕掛けましたが、2名の選手がですね、今回参戦しております。さあ、それでは見えてきました。一部の選手が先行しております。そのまま白とそしてブルーのジャージ、おっと、後ろはなんとか、いやー、そのまま突き放しまして、今1着ゼッケン419番、ゼッケン419番の宮成邦人選手、津末レーシング。さあ、去年ですね、この大会でクラスター E3 で優勝した選手、この今度はクラスター E2 でですね、勝利を獲得いたしました。クラスター E2、見事優勝を果たしましたのはゼッケン419番、ゼッケン419番の、宮成邦人選手、津末レーシングとなりました。さあ、津末レーシングの宮成邦人選手が1着、昨年に引き続きまして見事優勝を果たしました。そして竹芝サイクルレーシングチームの斉藤和樹が2着、そして3着にはゼッケン417番の山岡健人、チームルッピー、そして4着はゼッケン439番の園田雅人、中川スケーデザイン、そして5着はゼッケン434番の前川大地、湾岸サイクリングユナイテッド、そして6着はゼッケン435番の山口文明選手、湾岸サイクリングユナイテッドになりました。以上トップ6が決まりました。暫定順位としてお伝えしておりますが、1着になりましたのはゼッケン419番の宮成邦人、津末レーシング、見事昨年に続いて連覇となりました。最終周回のラップタイムは5分34秒。そして2着はゼッケン409番の斉藤和樹、竹芝サイクルレーシング。そして3着はゼッケン417番の山岡健人、チームルッピーです。そして4着はゼッケン439番園田雅人、中川アスケーデザイン。そして5着はゼッケン434番の前川大地、湾岸サイクリングユナイテッド。そして6着はゼッケン435番の山口文明、湾岸サイクリングユナイテッドになります。クラスター E2 レースがですね、開催されました。このクラスター E2 の表彰式なんですが、9時30分頃を予定しています。クラスター E2 の表彰式は9時30分頃を予定しておりますので、表彰対象になりますトップ6の選手は表彰エリアのところに、9時30分頃に、お越しください。トップ6になりました。表彰対象者の方は、9時30分頃に表彰エリアのところまでお越しください。さあ、そして今ここでフィニッシュになりました。デッケ440番、お疲れ様でした。